佐藤龍太は野球漫画ルーキーズの大ファンで、川藤を人生の師だと語っている。17歳の頃、いつか役者になってこの作品をドラマ化したいと思った。自分が役者として成熟し、川藤役ができるまでルーキーズのドラマ化は待ってほしいと、作者の森田正則先生に手紙を送っていた。森田先生は何度かドラマ化の打診があったにもかかわらず、佐藤が川藤役で出演できる年頃になるまで待ち続けた。28歳の頃、森田先生の指名で川藤役に抜擢された。川藤役に抜擢された際、話を聞いた時は涙が溢れた。川藤をやれるならそこで役者を引退してもいいと語った。森田先生はルーキーズがドラマになったのが人生で一番嬉しかったと語っている。ルーキーズのロケは佐藤の母校日本大学桜ヶ丘高校と森田先生の母校立東中学校で行われた。佐藤龍太と森田正則先生は2人とも阪神タイガースのファン。